スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、And all music. Brand Promise. Brand Promise. 株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二です。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールさんでブランディングプロデューサーを務める安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さあ8月ということで4年に一度のスポーツの祭典オリンピックの開催で盛り上がっている夏ですね。ぜひ経営者の皆さんもジャンルは違うかもしれませんが世界一を目指して頑張っていきましょう。ということで安藤隆二がお送りする今回のブランドプロミス、番組前半では僕がこの1ヶ月で感じを行ったブランディングのトピックスを紹介していきます。そして番組後半では地区を元気にするゲストを迎えして会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどを語っていただきます。29回目のゲストは愛知県名古屋市で全国でも数少ない独立系時計宝飾の総合卸会社としてカシオをはじめとする国産腕時計や水質性腕時計、アクセサリーやブランド宝飾品などを幅広く取り扱う東海時計商事株式会社の石黒嗣秀さんをお迎えしてその熱い思いに迫ります。ぜひブランディング技術のヒントにしてください。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。ブランドプロミス。ペンギンさんどこ行くのかな。ゆって書いてある。わあパパ富士山。お、あ、あったかいねパパ。うん、気持ちよかったね。でもお湯なくなっちゃったね。お、日本温浴研究所。安藤隆二のブランドプロミス。Brand Promise.安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。この番組は毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さて最近の1ヶ月はということなんですが、まあ最近の1ヶ月っていうか、なんか半年経ったなっていうのがちょっとこの頃思ってることなんですね。で今年は実は僕は自分自身を磨こうっていうのをちょっと一つテーマにしていろんなことにちょっとチャレンジしてます。チャレンジしてる中には例えばボイストレーニングをね今年はちょっと始めて、もともとねロック歌好きだったんでいろんなところで歌ったりも昔してたんですが、なんかちゃんとした先生に学ぶってことがなかったんで、ちょうど半年経ちましたね。ボイストレーニングなんかやったりしてますね。楽しいですからね。カラオケやる皆さんなんかは一回ボイトレ行くと、まあ、確実に上手くなりますよ。そしてあとはヨガですかね、まあ、本当に楽しくやってます。と昨年筋トレやってだいぶね体をこう作って、実は10キロねダイエット成功して、よくねスモールさんのゼミに行くと安藤さん痩せたねって言われるんですが、本当にこう維持させてもらってますね。で維持してる中の一つのこう要素の中にヨガがあるのかななんてこの頃思ってます。想像してたものとちょっと違って、リラックスするんだろうなっていうのはすごくハマってます。非常にこう楽になるというか、心の中でも落ち着きが出るというか、でも結構体がこう腹筋のインナーマッスルを使ったりするんでいい運動になるんだなっていうのも感じてまして、いい汗かきながらヨガをやったりするっていうのもやってますね。そしてもう一個がですね、これを結構言うとみんなが驚くんですが、経営コンサルというか一人先生をつけて半年間勉強してます。毎月毎月会社に来てもらってデジタルマーケティングについて勉強をしてます。こう日進月歩でね、いろんなものが新しく生まれ変わっていく中で、自分自身もやっぱり新しいバージョンになっていかないといけないって、今年1年間学ぶ年にしようと思ったのは、会社が実は10月で10年になるんで、まあ、そういったところから1年っていうところは徹底的に自分の会社磨き、自分自身も磨いていこうということで勉強してます。とデジタルマーケティングに関しては本当に今半年間勉強して、ちょっと新しい何か方向性というか、中小企業はこういうふうにやってたら新しい発信の仕方がウェブ上ホームページを使ってできるんだなってことが見えてきましたんで、これはまた後々スモールさんのゼミを通して皆さんにお伝えしていきたいななんて思ってます。まあ1ヶ月というかこの半年間いろんなことやってきて、また折り返しのこの半年間はね
あの夏を越えてちょっとやっていくというところでいろんなお話を今日はしてみました。またそんな活動はですね、僕の日々の Facebook でリアルに発信してますから、そちらでチェックしてみてください。さあ、この後はお知らせを挟んで地域を元気にするゲストをスタジオにお迎えします。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。ブランドプロミス。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。即日現金買取、日本全国どこでも無料査定。ドラッグ買取センター、アートフレンドオート。希少車、軽装甲車、カスタム車、仮装もしっかりプラス査定。高額買取手続き無料。自社直接販売だから高額買取が可能です。整備や修理も専門のスタッフにお任せください。高く売りたいあなたの気持ちに応えます。ドラッグ買取センター、アートフレンドオート。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。さて、ここからは地域を元気にするゲストを迎えして、会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきます。さあ、29回目となるゲストは、愛知県名古屋市で全国でも数少ない独立系時計宝飾の総合卸会社として、カシオをはじめとする国産腕時計やスイス製腕時計、アクセサリーやブランド宝飾品などを幅広く取り扱う東海時計商事株式会社の石黒嗣秀さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、石黒さんと僕の出会いっていうのはいつからでしたっけ？昨年の10月でしたっけ？でしたよ ね、うん、2年前にうちの社員が2人、はい、安藤さんのセミナーを聞きに行って、うんうん、すごく感銘を受けて、はい、で2年後になったんですけど、まあ、どうしても会ってほしいっていうので、うん、あったら安藤さんのすごい格好した安藤さん来たんでびっくりしちゃったっていうね。びっくりしました。こう新しく打ち出すんだっていうことで、会社の中でこうホームページを変えたりだとか、会社案内を変えたりだとか、いろいろちょっとやっていこうっていう時にこう呼んでいただいたとか初めてだったんですが、まあ僕は普通にこう行ったんですけど、ちょっと社長がこうちょっとドキマキされたのかなっていうのはちょっと肌で感じましたね。よくあることなんですが。そうですね、すいません。まあでもあのそんな中でこう社長自体はと、まあもともと東海時計さんっていうと歴史がどれぐらいの会社になるんですかね、社歴としては。今年の6月で創業60周年を迎えたんですね。60周年なんですね、はい、60周年っていう中でと、まあそもそもその前も時計の業界だったんですよね。そうですね、はい、あのうちの祖父が立ち上げたんですけれども、もともと終わり時計というあのゼンマイ式の時計の会社の営業部長をやってたんですけれども、あ、はいはいはい、まあ、そこからあの終わり時計が終わり世紀という会社に社名変更して、はい、業態変更するときに、はい、鍵巻き式時計のアフター面ですね、はい、終わり時計のアフターをどうするんだっていうときに、うちの祖父が営業部長で、じゃあ僕がやりますというふうに立ち上げたのがおかげです、はいはい、そうすると終わり時計さん自体っていうのは、まあ、前にも会社でちょっとお話を聞いたんですが、歴史が古くて明治時代ぐらいからあったんでしたっけ？そうですね、明治39年創業になります、ね、へえ、はい、なんか昔の掛け時計とかに終わり時計って書いてある時計があったりだとかって、ね、そうです、ね、主に掛け時計を販売してたんですけれども、はい、あとは置き時計とか、はいはい、まあ、面白いもので言えばハエ取り機、ハエ取り機、ハエ取り機も扱ってたみたいですね。え、ハエ取り機っていうと時計じゃなくてハエを取る機械があったんですか？ゼンマイを活用したハエ取り機。ハエ取り機。そう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 。もともとこう愛知県って結構時計とこう歴史的に古いですよね、こうつながりというか。そうですね、あの江戸時代の初期になるんですけど、はい、徳川家康の時代でからくり時計の修理をした津田助左衛門、はあはい、が、まあ、尾張徳川家に仕えてたんですね、はい、まあ、それで時計発祥の地と言われて、まあ、その時計技師の技術が脈々と受け継がれて、まあ、明治時代の後期なんですけど、はい、県内の時計工場が20社を超えて、へー、まあ、日本で一番の生産地だった。あ、産地だったわけですか。そうです。
やなんか僕もともと材木屋をやってる時に結構昔の先輩たちにお話を聞くと、こう名古屋っていうのは本当時計とかあと楽器もそうですし、ああいう精密なこう機械のこうものだったりのこう木製品っていうのがすごく多かったんだよねっていう中に、置き時計とか掛け時計も木でできてるものなんかのこう昔は材木屋さんに供給してたっていうのをお話聞いたことあるんですよね。あ、そうなんですね、うん、ですからすごく大きな産地だったんですよね。そうすると僕もね最近勉強して、はい、知ったわけですね。びっくりしました。びっくりしたわけですね、はい、まあ終わり時計さんそう言いながらもこう戦時中には時計だけじゃなくて、まあ、時計が効く戦争中っていうのはあんまりこう使われなくなってと、まあ、精密 な, なんかこう分度器というか飛行機のなんかこう機械のパーツなんかも使ってたんですよね。そうですね、終わり時計でゼンマイ式の時計を作ってたんですけど、そこから、まあ、トヨタ自動車の協力工場になって、はい、自動車産業と航空機産業で、はいはい、まあ、シフトチェンジしてまあ、部品を作るようになったっていうのが流れとして流れですね、はい、まあ、そんな中でまあその東海時計さんはそのメンテナンス部門営業部門の独立というところでまあ社歴が始まって今60年というところなんですが、東海時計さんの中の転機の中にはあのカシオの G ショックっていうのがあるそうですけど、カシオの G ショックっていうとのスピードとかであの有名になった G ショックの扱いがすごく多いということなんです。そうなんですね、あの G ショックブームっていうのが日本では平成9年に来たんですけれども、はい、まあ、その3年前から取引を開始して、はい、まあ、その取引を開始したきっかけはうちの姉がアメリカに留学した時に、はい、あのアメリカで G ショックのブームが起こってまして、へ、うちの父に当たるんですけど、父にアメリカで流行ってるから、はい、絶対やってみた方がいいよっていうので、はい、今の父が判断したっていうのが大きなきっかけですね。そうすると、まあ、日本でも G ショック流行ったあのスピードの映画の前にまあ、その代理店権というものを得て販売が始まったわけですか。そうです、もうそこが一番大きかったと思います。へえ、はい、G ショックっていうのは、まあ、日本でもね、まあ、御社のまあ一つの核になってるかと思うんですが、海外ですごい売れてる時計なんですか、あれって。そうなんです、あの海外で実は 65% の売り上げを誇っているみたいで、世界の時計なんだ。そうすると、そうなんです、そうなんです、カシオというよりも、まあ、G ショックっていうのが一つのブランドにもなってますもんね。そうなんですね、国内は本当に世界市場に比べると小さいと。はあ、そうなんですね、はい、まあ、そういった、まあ、G ショックのこうもう販売だったりだとか、結局事業自体は東海時計さんの今の事業っていうのはそういった、まあ、オリエントさんとか、まあ、カシオさんとか国内外の時計メーカーの商品を時計屋さんに卸すっていうのが基本の商売になるわけですよね。はい、そうです。そうすると、まあ、町にねたくさん時計屋さんはあるんですが、だんだんこう時計屋さんもね、まあ、事業承継の問題だったりだとか、まあ、いろいろこう町のねでき方、まあ、中心市街地のこうあり方が変わったりだとかして、町の時計屋さんって今どうなんですかね。だから厳しい部分もあったりするかと思うんですが、御社としては今どういうふうに取り組んでるんですか。もともとがあの中部地方中心に、はい、250社ほどの取引先を抱えておりますので、地域密着でですね、はい、どうしたら売れるのかっていうのを小売屋さんとともに考えて、はい、まあ、例えばですけどこの業界では初だったと思うんですけれども、はい、ジュエリーと時計でですね、電気屋さんの大きいチラシってあるじゃないですか、うん、あ、はい、D2 サイズ の, の、ね、はい、であれを、はい、なんでこの業界にはないんだろうということで、はいはい、まあ、ちょうどうちアンテナショップも、はい、持ってますので、はい、うちのアンテナショップで初めてやって、はあ、はい、で大きいチラシがバーンと地域に入ったんですよ、はい、そしたらもう大盛況で、へ、本当に行列ができるぐらい人が来たんですね。ああ、そうなんですか。でそうやってアンテナショップがあるもんですから、はい、それを小売屋さんにどうフィードバックしていくかと、はい、でそれを実際に取引先様に提案してやっていただいて、はいはい、売上を拡大していただいたりというようなことを、とにかく物を売るだけじゃなくて、はい、どうお客様を集めるかっていう支援もやってるわけですね。重点としてやっております。まあ、世の中にこう中小企業がすごくまあ頑張ってね、例えば卸業っていう業の方たちが結構今こう中抜きされてしまったりだとか、こうネットで買えるだとかメーカーから直売だとかって厳しい環境になってる中で、要するに商社というかね、問屋さんとしての価値っていうものを作ろうということで今動いてるってことですかね。そうすると、そうですね、やっぱり人対人っていうのを大事にしたいと思ってますね。じゃあ物だけではなくて、そういったまあチラシをはじめとするダイレクトメールとかの営業支援ということや、あとなんかいろいろ僕もこう手伝いさせてもらうとイベント
ト企画とか手伝いなんかも結構踏み込んでやってますよね。集客だけじゃなくて。そうですね、街の路面店さんにどうしたら来てもらえるか、振り向いてもらえるかっていうのを考えて、例えばヘアメイクアーティストを呼んで集客したりだとか、はい、あとは顧客さんにジュエリーや時計以外も提案できるように化粧品とか、はいはい、あとは水素水だとか、あ、はいはい、そういったものも提案してますね。へえ、じゃあまあ領域を増やしながら、まあ、街の中でね、まあ、信用あるわけですもんね。地域で根付いてる時計屋さんですもんね。でそこを通していろんなものが販売できたり、あといろんなサービスだったり、まあ、話題になるようなことをやって人を集める仕組みなんかもお手伝いしてるってことなんですね。はい、そういったことの中核になるのが御社の直営のショップで、コンセプトショップのダダっていうものを平成12年からやられてるということで、こちらはだから時計屋さんのお客様のために自分たちでリアルマーケティングをやってフィードバックする場を作ってるってことなんですね。そうですね、先ほども言った通り、だん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 街の路面店さんおよびチェーン店さんが集客が厳しくなっていく中で、はい、やっぱりお客さんの動向をつかんでそのノウハウを取引先へフィードバックするためにアンテナショップを開きました。またこのダダっていうアンテナショップは、まあ、イオンモールさんなんかのこう大手の商業施設の中に展開されて、コンセプトをちゃんとしっかり明確にされてるんですよね。そうなんですね、各地域によって、はい、購買層も違えば買う商品の値段も違えばありますので、地域地域に応じて、店のテイストを変えております。例えば浜松なんかにもお店ありましたよね、はい、あそこら辺なんかコンセプトは何なんですか。イオンモールの浜松一のに出してるんですけれども、はい、まあ、浜松駅前に百貨店が一軒ということで、はい、百貨店には入りづらいけど、はい、イオンというショッピングセンターなら入りやすいということで、うん、まあ、思い切ってプチラグジュアリーということで、まあ、ちょっと背伸びすれば、はい、ちょっと贅沢すれば買えるという時計を揃えてですね、へ、あえて高めの時計を揃えて開店しました、はい、そうするとプチラグジュアリーっていうと、例えばブランドでいくとどれぐらいのブランドが入るわけです。タグホイヤーという時計ですとか、有名なところで言うと、はい、あとはエドックス、はい、ボールウォッチ、だいたい10万円から5、60万円の時計というところですね。まあ、だから百貨店で実は買うぐらいの時計なんだけど、入りやすさっていうところから入って、でもやっぱ本物見てみると買えるっていう人たちが、まあ、集まってる地域だったらそういったコンセプトでいけるっていうことで、まあ、それ成功されてるわけですね。そうですね、おかげさまでイオン様からも注目を浴びてですね、まあ、今となってはそういうお店を出してほしいとか、声がかかるようにはなって、おかげさまでございます、はい、今現在何店舗あるんでしたっけ。今は3店舗展開しております。まあ、そして今年はもう1軒作る予定なんですよね。そうですね、長久手の方で初めての試みなんですけど、はい、レディースショップをオープンする予定です。12月に、はい、素晴らしい、まあ、あそこもね注目されてるところですもんね。まあ、そういったダダっていうところが、まあ、一つのハブになるというか、情報の発信、まあ、戦略の仕方、まあ、実際そうですね、時計って今携帯電話とかを持つようになって時計をしない人なんていうのもね、今現れてる世の中になってきてる中で、いろいろこう試みをねたくさんやっていく中で、ショップだけじゃなくても面白い企画でフランク三浦さん今話題になってます ね、 そうですね、フランク三浦さん、まあ、大きく話題になったフランク三浦こちらもまあ扱いが結構あるんですよね。そうなんですよ、うちがフランク三浦さんとすごく結びつきが強くてですね、はい、まあ、いろんなコラボレーションモデルを作ってるんですけど、はいはいはい、まあ、例えば面白い例でいくとラーメン屋さんですね、はいはいはい、名古屋駅と栄にあるシャンツー担々麺というお店があるんですけれども、あ、ね、はい、まあ、そこで、ポイントカードではなく、はい、年間パスポート代わりにフランク三浦の時計を買ってもらって、はい、その時計をしてきたら1年間、はい、ラーメンを割引しますよと。まあ、カードとかでねあったりプラチナカードみたいなの作ったりするのを時計にするわけですか。そうなんです。またこれも話題のフランク三浦だから、多分みんな担々麺と一緒に時計をかざしてツイッターとかフェイスブックでやりそうですねこれそうですね、結構話題を呼んでて、はい、もう売り切れたみたいですけどね。すごいですね。へ、なんか何本ぐらいそれ出されたんです。300本ですね。すごい数じゃないですか、はい、結構短い期間でなくなったそうですね。
はい、あとまあ僕嬉しいことにね、あの地元岡崎とも結構フランク三浦さんを通じてのこう商品で盛り上げていただいてるということで、そう僕もあの持ってるんですが、そうですね、岡崎市政100年、それに徳川家康生誕400周年ということで、徳川家康の肖像画および徳川家康の葵の御紋を使ったフランク三浦の時計を、はい、各500本ずつ販売いたしまして、はい、で歴史人という雑誌にも載せて、歴史人ね、マニアなね歴史大好き、はい、岡崎の小売屋さんに売っていただきやすいように雑誌の宣伝もして、ね、はい、販売いたしました。これも売れてますよね。僕岡崎で結構見入りますよ、時計はめてる人。そうなんです、あのもう葵の御紋の方なんかはね、はい、売り切れまして、リピート発注をしているところです。すごいですね、はい、まあ、でもなんかこうやって今話を聞くと、こうある意味こう時計を通じて商品企画、なんか広告代理店とか、まあ、うちみたいなブランディング会社みたいにとショップさんの販促を仕掛けてあげたりだとか、あと地域っていうものの時計屋さんを取りまとめて地域の今のイベントと合わせた時計を販売するとか、なんか本当にこう幅広い提案をされてるんですね。そうすると時計の新たな可能性っていうのがすごく感じてまして、まあ、先ほどのラーメン屋さんじゃないですけど、まあ、身につけるだけではなくファッションもしっかりいろいろ幅広く時計の可能性を探っていけたらなというふうに思ってます。なんかこの頃はまたでも社長本来の時計の中でちょっとこれブルッときたなっていうことで代理店始めたんだよねって言って、この間あのちょっと僕見せてもらったすごいやつあるじゃないですか。あ、はいはいはい、ロマンジェローム、ロマンジェローム、ロマンジェローム。ちょっとあのこの番組はですね結構経営者のねあのすごい方聞いてますから、ロマンジェロームちょっと説明しといてくださいよ最後に。これロマンジェロームはここ100年の DNA を時計に組み込んだブランド、コンセプトウォッチなんですけれども、例えば、はい、タイタニックの船体を時計のベゼルの部分に溶かし込んでいたりとか、へー、本物の、本物の、はい、で証明書もちゃんとついてます。であとは月面着陸したアポロ11号の機体がベゼルにそれも溶かし込んであるとか、はい、であと裏にメダルが埋まってまして、はい、裏のメダルに月の粉塵を混ぜてやってある、やってある、合金を作って、それも NASA の証明書がしっかりついて、はい、現代アートみたいな時計なんですけど、はあ、この100年の中でこう象徴的な出来事の そこにあったものとかを使って時計を作ってるわけですか。そうです。面白いところで言うとスーパーマリオとかインベーダーゲームとか、はい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 、まあ、40代50代の心を本当にくすぶるような時計を作っているところです、はい。スーパーマリオの時計とか、ちなみに、まあ、なんか昔ねスーパーマリオが流行った時代にあったような気がしますけど、ちなみにいくらぐらいなんですかそれで。税込みで270万円。270万ですねじゃあちょっと僕も軽く買える時計じゃないですねちなみにタイタニックの時計はどれぐらいの金額されるんですかね150万円。あ、そっちの方が安いんだそうですね。あ、そうなんだ、はい、それにダイヤが入ると400万円。あ、ダイヤが入る、ね、ダイヤが入る。いや、なかなかこう面白い時計を楽しく、まあ、さっきのプチじゃなくて本当のセレブがちょっとこう心意気で買う時計ですね。そうする、それはそうでございます。どこのメーカーですかこれって。これはスイスのメーカーです、ね、スイスのブランドなんだ、はい。まあ、でもあの話題ですね。そうするとね、世界で話題の時計なんですね。そうするとそうですね、あの中部地方ではあのうちだけで、全国各地方に1軒ずつ代理店がある。はい、じゃあまたあの興味がある方はこのラジオを聞いていただいた中部地方の方は東海時計さんのホームページから、まあ、連絡先を聞いて連絡する。そうですね、元店および浜松店に置いてありますので。そうですか、物がね元店と浜松店に置いてあるわけですね、はい、ぜひじゃあ物なんかもね。じゃあ何が置いてあるんですかそこには。スーパーマリオ。あ、スーパーマリオ、ぜひ気軽に見に来ていただきたい。250万気軽に270万すいません、はい、270万でしたねまあ本当にね、いろんなことこう時計の問屋さんとしてまあ活躍されて、地元密着で地元のお客様たちと必死になってやっていくっていう、こう今こともやりながらいろんなことにね今石黒さんチャレンジしてるんですが、今後の夢とかビジョンってあるんですか。今後はあの時計発祥の地愛知県から新たな時計文化ですね、あのそれを見出して、できれば愛知県からもう一度時計のブランドを作って、地域の小売店様とともにそのブランドを育て上げ、世界にまたがるようなブランドの時計を作っていけたらという夢があります。かっこいいですね。ぜひやりましょうよ。
やりましょう。はい、僕も頑張ります。よろしくお願いします。はい、ということでアンドリージュのブランドプロミス29回目のゲストは東海時計商事株式会社の石黒嗣秀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アンドリージュのブランドプロミス、ブランドプロミス。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。さあ、安藤隆二のブランドプロミス29回目のオンエアはいかがだったでしょうか。東海時計商事株式会社ということで、卸業ですね、今回ね、問屋さんということで、結構全国やっぱ回ってて、問屋さん、例えば工具の問屋さんとか、僕も材木の問屋さんで働いてましたし、お菓子の問屋さんとか、問屋さんってものを生み出してないから、結構ブランドが作りにくいんじゃないか、ブランドってできないんじゃないのっていうことを言われることがあるんですが、いやいやできるんですよね。お客さんのことやっぱ考えて、お客さんのために何ができるんだっていうことをとことん考えていくことによって、まあそれが一つブランドになっていくきっかけになると思います。あと逆に言うと、いろんなブランドを扱えるっていうのも問屋さんのね、一つのキーになるんで、そのブランドの思いっていうものをどう伝えてあげるのか、それも大きな役割じゃないかななんて思います。ぜひ皆さんもね、今日卸の方がこれ聞いてたら、自分たちのブランドの参考にしてみてくださいね。さて、僕アンドリージが実践で使った中小企業でもできるブランディング技術を発信していくブランドプロミス、ぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお見にかかりましょう。それではここまでの相手は株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二でした。安藤隆二、ブランドプロミス、ブランドプロミス。